はい、こんにちは、下克上フリーターです。ということで、ツイッターでもね、告知していました通り、友達のアウディに乗って今、東北自動車道を走ってます。ね、いい天気で、本当に今日はね、20度ぐらいまで上がるっていうので、ようやく春がね、訪れたっていう感じです。さあ、ここで栃木のね、那須の方を目指していきます。でも車の助手席なんか久々に乗ったな。そしてこのアウディの内装ですよ。いやこれめちゃめちゃ高そうな車ですよね。底辺のフリーターの私なんか一生かかっても買えないであろうね、車ですが、楽しんでいきたいと思います。はい、ということで矢板北パーキングエリアですね。ということで乗ってきたのがこいつです。このめちゃめちゃ高そうな高級車です。これはレモン牛乳のソフトです。そしてやっぱり餃子。はい、ということで間もなく西那須の塩原インターチェンジ、ここでインターを降ります。インターを降ります、高速を降りますですね。失礼しました。はい、めちゃめちゃ野原ですね。何もないです。こっから15分ぐらいで例の吊り橋、なんで吊り橋を、そう、まあ、またこの後現地に着いたらお届けします。はい、ということで目的地のもみじ谷大吊橋っていうのが見えてきました。ちょっとねカメラだと分かりづらいんですけれど、だいぶこんな感じで山深いところです。さあ、カップルはいっぱいいるんでしょうか。嫌だな、いたらみんな爆発すればいいのにな、なんてことを思いながら目的地に近づいてきました。那須サファリパークも近いのか。はい、ということでこれを左ですね。ウィンカーの音をね、ちょっと異音に口に出してね。ということでこれですね、塩原町長さんがこの記念碑を建立したみたいですね。すげえ太っ腹な町長だな。はい、ということでもみじ谷大吊橋ですね。よく間違いを犯してしまいますが、大吊橋にやってきました。ここはねめちゃくちゃ恋人の聖地ってねネットでも出ておりましたが、カップル多いですね。ここに男2人で来てちょっとどうでしょう。まあまあ、はい、ということでね、この吊り橋を渡るのにチケットが必要だということで、この、チケットをね今買ってきました。そしてここにも恋人の聖地に行くっていう言葉がここですねあります。恋人の聖地に、男2人で突入してみたいと思います。まあ本来だったらね、一人旅で一人で来ることも全然想定できるんで全く問題じゃないんですけどね。よっしゃ、行くぞ。すげえな、光景綺麗ですね。
だいぶ風が強いですね。風防買っといてよかったな。こんな感じで山と湖といい感じで見えてきます。ちょうどあれがねダムなのかな。うん。ですね。だんだんね、下見ていくと高くなっていきますよね。全然これぐらいは大したことないんですが。はい、ということでね、下こんな感じで金網になってますので、ね、見えるんですよ。これが東京スカイツリーとか東京タワーのあれみたいに透明ガラスだったらもっと面白かったのかな。あっちにも吊り橋が、吊り橋っていうか普通の橋かな、見えますね。はい、そしてね、吊り橋の中腹真ん中ぐらいに差し掛かってきたんですが、ワイヤーがね、俺の高さより低くなってきました。ね、これ見ると分かるんですけど、だいたい150、60センチぐらいかな、それぐらいの高さになってきましてね。ちょうど吊ってる、昔物理で習ったんですが、ちょうど真ん中の何点って言うんでしょう、なんかそんなあたりの点だと思います。塩原、温泉と滝と吊り橋の町とありますが、他にも滝とかね、吊り橋の名所が他にもたくさんあるみたいですね。しかし長いですね。400メーターぐらいあるのかな。そう、これもみじ谷っていう名前がついてるので、きっと紅葉のシーズンめちゃめちゃもみじで綺麗になるでしょうね。そうなるとこの吊り橋めちゃめちゃ満員になりそうですが、おそらく人数制限かけられるんじゃないでしょうか。いや、綺麗な名勝地ですね。これも、はい、ということで終点の方までやってきました。まだね、冬眠してると思うんだけど、そう、マムシは最近どこにでも出てきますからね。東京の自宅の一番近い公園にも出たっていう目撃情報があるぐらいです。この吊り橋を支えてるワイヤーの、留め金具っていうのかな、すごいですね、この迫力。これがこのめちゃめちゃ重い橋を支えてるって思うと不思議と感慨深いですね。よし、自販機あるんですけどね、全部コールドドリンクですね。まだまだ寒いのにちょっと温かいやつも用意してもらえるとありがたいですね。温泉か、それからあとご飯もいただいていきたいと思います。さっき滝とそれから吊り橋とってありましたが、このように滝だったり他にも吊り橋いっぱいあるみたいです。あと牧場とかもね。景色が綺麗で、ぜひ恋人いる人もいない人も来てみてくださいね。どうでしたね。先ほどのもみじのところの吊り橋をね、少し上がったところにすぐある温泉です。この辺やっぱり塩原温泉ということで湯どころですよね。ここで食事と温泉入っていきたいと思います。ということで、このね、ミカエルの里というところ、レストランですね。ここで天ぷら定食をいただきます。お、どうやらこのオリジナルの焼酎があるみたいですね。そう、やっぱり栃木だからね、湯葉もあるし。
これだけはここでしか買えないでしょうね。はい、ということで東京の方ね、帰ってきました。スカイツリーがいい感じで見えてます。あ、でもちょっと隠れちゃうな。